はい、今回はですね、プリウスの欠陥と、まあ、事故が、起こる共通点についてちょっとお話ししていきますので、まあ、よかったら最後まで聞いていただければと思います。あとですね、まあ、気になる方はぜひチャンネル登録、よろしくお願いいたします。この、内容なんですけれども、まあ、僕の解釈なんでね、最初に言いますけど、もう正しいかどうかっていうのはわからないです。ただし、この内容っていうのは、まあ、ものすごく、闇が深いということもありますし、おそらくですけれども、まあ、リスナー様がね、関心が高いような内容に今回着地していきますので、今回のね、この着地点っていうのは、このプリウスの欠陥と事故、からですね、最後はどこに着地していくのかっていうようなこと、まあ、まあ、そこら辺にちょっとね、関心を持っていただければと思いますので、まあ、よろしくお願いいたします。そもそもですね、まあ、このインターネット上もそうですけれども、まあ、一部の人、まあ、多くの人かはわからないですけど、このプリウスというトヨタの車ですね、これに欠陥があるとかっていうことを思ってる人がいますし、まあ、事故が、まあ、起こるっていうようなことでね、まあ、今回はちょっとその内容がね、メインテーマではないんで、まあ、少ししか触れないですが、やはりこのプリウスと聞いたら、池袋プリウス暴走事故の飯塚幸三っていうことをね、思う人もいると思うんですよ。で、まあ、多分そこら辺についてね、ちょっと全体像を今回お話ししていきますので、まあ、そんな感じで、いきます。まずですね、まあ、これはもう完全にっていうか、もう僕の解釈なんで、まあ、合ってるかどうかっていうのは、わからないんですけど、高齢者がね、まあ、プリウスで事故を起こしたとかっていうのを聞くとね、あ、またこれはプリウスで事故を起こしたんだなっていうことを僕は思うんですよ。これっていうのは、まあ、どういうことかっていうとね、まあ、今回のこのコンテンツの内容にもろにね、中心部分に関わってくるんですけど、まあ、この高齢者がね、まあ、プリウスで事故を起こすっていうことはとても多いんですよ。そして、ここの今回の着地点とも言いますが、このプリウスの事故っていうのはなかなか話題に上がらない。例えば車の名前が伏せられていたりだとか、まあ、何かしらでこう全体像、事故の全体像がなかなか、まあ、理由に上がらない。それっていうのは、まあ、何なのかなっていうことをやっぱり考えるわけですよね。だから この問題っていうのは、ここから徐々に、まあ、解明っていうか、中心に向かっていきますが、車の事故っていうこともそうですが、実はその裏に何かすごいもの、まあ、大きいもの、日本の闇があるっていう、そういうようなことにね、話が大きく発展していくんですよ。で、まあ、プリウスの事故っていうのは、まあ、人それぞれなんでね、まあ、解釈は、まあ、なんとも言えないところもありますけど、ちなみにね、誤解がないように言っておきますけど、今回の話に関してね、そのなんか着地点がとかって言ってますけど、そういうなんか陰謀論とかそういうことではないんで、確実に、まあ、こうだなと僕が思ってるということで、まあ、リスナー様も、まあ、聞いていただいたら、まあ、そうだなって、まあ、納得していただけるような話なので、まあ、ちょっとそれだけね、まあ、お断りということで、うん、いきますね。インターネットでね、まあ、普通一般でもこういう言葉が出るのかもしれないんですけど、プリウスロケットとか、プリウスミサイルっていう言葉が出るんですよ。これっていうのは一体何なのかなっていう話なんですよ。これっていうのも、おそらくこのプリウスの欠陥、あるいはプリウスの事故っていうのに関係してる、と思われるんですよ。まず、このプリウスロケットですとか、プリウスミサイルっていう、まあ、その言葉のね、まあ、意味から、調べてっていうか、お伝えしていきたいと思うんですけど、このプリウスロケットっていうのはね、この急にプリウスっていう車が走り出すっていうこと、発射するっていうことですね。うん。で、まあ、ちょっとだけっていうか最初に言いますけど、おそらくこの問題っていうのは、まあ、今回のこの、コンテンツの、まあ、問題っていうのは、おそらくこのギアにあるんですよね。で、このプリウスミサイルっていうことも、まあ、そうだと思います。突然ね、高齢者がプリウスで、事故を起こすことが、まあ、多くなったっていうことで、んで、まあ、危ないっていうことですね。高齢者とプリウスっていうのは、これ危ないっていうことを、まあ、インターネット内でもいろんな人が思うし、もちろん僕もそう思ってるんですよ。そしてね、まあ、ここから、これはおそらく、飯塚幸三の件があるからかもしれないんですけど、まあ、誤解というか、まあ、なんというかっていうの内容についてちょっと軽くまず触れていきますね。プリウス事故多発の原因は、まあ、ブレーキとアクセルの踏み間違いが多いこと、それが関係しているのかどうかっていう話なんですよ。で、このプリウスの事故に関してのね、まあ、原因、要因として、アクセルとブレーキの踏み間違いなんではないのかっていうことは言われてるんですよ。まあ、高齢者がね、ブレーキとアクセル踏み間違える。まあ、確かに、まあ、それはなきにしもあらずだとは思うんですけれど、おそらく僕は、このことが、まあ、アクセルとブレーキの踏み間違いが、主な、理由ではないと思ってます。もっと違うところにあると思うんですよ。そして、まあ、これはここからね、まあ、リスナー様、僕、まあ、いろんな方、多くの方が思うんですけど、こういうことを検索してるんで、多分皆さん多くの人が暗黙事項でこう思ってるなっていうことについて、お話していきますね。
プリウス事故が起こる理由は大体これと、まあ多くの人が思ってるって。これ大体これっていう、いう時点でね、もうこの、まあなんて言うんですかね、指示語みたいな話ですけど、インターネットの検索窓で調べる人多いんですよ。うん。プリウスが事故る理由は大体これっていうような話ね。もう僕はこれを見た時にね、ああまあそうだろうなって思ったっていうこと で、そこについてね、お話していきますね。この今までの流れを一度整理しますが、プリウスの欠陥、あるいはプリウスの事故、プリウスロケット、プリウスミサイル、まあ事故の原因、多くの人がプリウスの事故の原因は大体これと感じる、そのおそらくすべての、まあ答えとは言いませんが、そう思っていることの共通認識として思うことが多分こういうことだと思います。プリウスの欠陥と言われている理由は、やはりシフトレバーが、考えられるんではないかということ。まあシフトレバー、まあつまりギアですよね。これっていうのは、もう本当にこのプリウスの事故、あるいはプリウスの欠陥ということって本当にもう本当このシフトレバー、つまりはギアなんですよ。で、これなんでかって言ったら、乗ってらっしゃる方とか乗ったことある方っていうのはわかるかもしれないですけど、プリウスっていうのは、ギアがね、どこに入ってるかっていうのをギアを見ただけではわからないんですよ。普通のね、オートマ車ってわかりますけど、じゃあね、まあちょっとこれ説明がね、申し訳ないんですけど、うまく言えないんでごめんなさいってことなんですけど、じゃあプリウスのギアはどこに入ってるかわからないってギアを見る、どこでわかるのかって言ったら、この運転席で車に乗った時、運転する時にこの前のね、速度とか表示されるところあるじゃないですか。あそこを見て初めてわかるっていうことなんですよ。つまりこれってのは何を意味してるのかって、高齢者がおそらくこんなところを見れないんですよね。うん。それが、もう本当にもろに事故の大きな原因には考えはなってるんではないかということを考えられる。だつまり、どこにギアが入ってるかわからない瞬時に。うん。だからつまり、これっていうのは多くの人の検索が入るプリウスの欠陥っていうのは、プリウスっていう車の構造上にやはり問題があるんではないかって、若い人は多分大丈夫だと思います。で、僕は、まあ、ちょっとね、免許持ってますけど、嫌なんでプリウスとか乗りませんけど、まあどうでしょうね、まあ20代30代40代50代ぐらいまでの方は、いけるんじゃないかと思いますけど、まあね、ちょっとまあ年齢を重ねた人とか、まあ高齢者になるとね、多分この、まあシフトレバーでつまずく可能性が多いよなって。だつまずくっていうのは事故に遭うっていうことですね。事故を起こすってそういうことですよね。うん。でこのプリウスの欠陥とされているのはおそらくですよ、もちろん確証なんてのはないんでわかんないですけど、このシフトレバーが関係している、つまりはプリウスロケット、プリウスミサイルっていう言葉の要因になっているのも、おそらくここです。そして、もうこれっていうのは、まあ別に、なんていうの、今から話す話は別に否定するわけではないんですけど、ね、いきますね。池袋プリウス暴走事故で飯塚構造が悪いっていうことは確定している、それはそうなんです。別にそのことについては否定しません。池袋で親子二人を、ね、プリウスっていう車で飯塚構造が丸したっていうもう悲惨な事件で、もう飯塚構造が悪いっていうことはもう、決まってます。それは別に変わらない。飯塚構造が、裁判がどうとか今回そういう話ではないんで、その話には一切触れないですけど、飯塚構造が悪いに決まってるんですよ。まあその事件っていうのは僕は話したことありますけど、まあ、マスコミの報道がおかしいとか、まあ、その今回ちょっとお話ししたね、ブレーキを踏み間違えたとかっていうのはあるか、そういうことは、まあ、別としてっていうか、もうこの飯塚構造が悪いに決まってるんですよ。もうそれは何も変わらないんですよ。ただし、この飯塚構造の件をちょっと踏まえるんですけれども、実はそれだけなのかっていう話なんですよね。池袋プリウス暴走事故は飯塚構造が悪いことは確定している、しかし原因はそれだけなのかっていうこと、それは何を意味してるのかって言ったら、このプリウスっていう車にも何かしら原因はあるんじゃないかって、この多くの人が思うプリウスの欠陥とか事故っていうようなことですよ。そしてこの一回飯塚構造の件から離れていきます。プリウスっていう車に原因があるんではないかっていうことと、そして、今回お話ししましたけど、ここっていうのに、最後着地していこうかと思いますけど、この着地点っていうのが実は違ったところにあるっていうことですよね。いきますね。高齢者のプリウスの事故多発がなぜ報じられないのかっていうようなことです。飯塚構造のね、池袋のプリウス事故もそうですが、実は高齢者が、プリウスで事故を起こしているっていうことが分かってるんですよ。で、それっていうのも決して事故の数は少ないくないんですよ。まあ多いっていう定義もどうかと思いますけど、まあそんなに少ないわけではない。
でもなぜか、あまり報じられない。それはなぜかっていうところでここで出てくるんですよ。日本の闇が一体どういう日本の闇かっていうと、もちろん証拠がないからわからないですよ。これっていうのはどういうことが関係してるのかって言ったら、トヨタ自動車と電通っていうのが関係してるわけですよ。何かって言ったら、トヨタ自動車っていう会社は1年間で数千億円の広告費を入れてる会社、そして電通はそのスポンサー、マスメディアを全て牛耳ってる広告代理店。トヨタのプリウスの事故っていうのは何を意味するかって言ったら、トヨタにマイナスな情報を流してしまうことになるんで、電通っていう会社が考えるわけですよ。スポンサーの不利益になることは、情報を出さないこと、つまり電通とトヨタが裏で、そういう情報操作、マスコミに関して 不利益な情報を出さない、そういったようなことが考えられるっていう、そのものすごく日本の闇、タブーがいくわけですよ。そしてですね、このプリウスの事故に関してはこういうような、情報も分かってるんですよ。プリウスで事故を起こした時っていうようなことの、一例があるんですけど、トヨタの担当者が同席し、トヨタの関連 の検査場で、事故を調べたら、どうなのかって、そのことっていうのは素直に信じていいのかって、そしてトヨタのその事故からわずか2週間のほどで、もうこと細かに全てのことを明かされたけれど、それっていうのは信じられるものなのかっていうことなんですよ。これっていうのはもう本当にこれ出てるんですよね。別にプリウスの事故がどうとかっていうことはないですけれども、当然トヨタとしてみればね、このプリウスっていう車に、さまざまな、この欠陥とか事故が起こったって具合が悪いんで、もうすぐさま事故が起こったとかって全部は無理なんでしょうけど、プリウスの事故全てっていうのはできないんでしょうけど、言葉がいいか悪いか分かんないですけど、担当者が火消しに入るんでしょうね。担当者が同席して、トヨタの息のかかった工場で確認する。そしてこのプリウスの事故っていうのが2週間で本当に事故原因が分かあるかっていう、この投稿した人の話じゃないですけど、これっていうのは本当にもう分からないです。わけが分からないって言ってもおかしくないんですよ。でこれっていうのは、さっきからお話ししましたけど、この問題、プリウスの欠陥っていうのは何を意味してるのかって言ったら、車の事故っていうこともそうですけど、車の事故の裏にはトヨタ自動車と電通っていう、そういう日本の巨大な会社、トヨタっていうのは多額な広告を入れてる、電通っていうのは、そこら辺を全てコントロールして広告代理店、そういう日本の巨大な会社のタブーが裏に関係してるっていう、ものすごく闇深な問題なんですよ。でね、このプリウスの欠陥ということに関して、真相とかっていうのはいろいろわからないですけど、僕の考える限りですけど、今後この事件が取り上げられることはないと思います。それはなんでかって言ったら、今お話した通り、トヨタ自動車と電通っていう会社が後ろにいるから、だから例えばこの池袋の、池袋飯塚幸三の事件もなんだかわからない、あんまりね、今回はそう言わないですけど、もしかしたら上級国民って言葉で目をそらそうとしてるんじゃないのかなと、そういうことも思ったりもするわけですよ。だからこれっていうのは、ちょっとね、だいぶ根が深いっていうか、闇が深いようなこのね、ことだなと思うんで、ちょっと今回それを思ったんで、このプリウスの欠陥とか、事故とかね、あとはリスナー様が関心を持たれるであろうプリウスロケットとかプリウスミサイル、あとはですね、やはりこの欠陥と言われる可能性が高いのはこのシフトレバーなんじゃないかということ、あとはね、最後にそこの今回の着地点というのは、なぜ、高齢者のプリウス事故は、報じられないのかっていう、そういう闇の深い問題について、僕なりの解釈を今回精一杯一応お話しさせていただきましたんで、今回のコンテンツがね、リスナー様の何かしらの考えていただくヒントにでも一つでも参考になっていただければっていうような感じで、今回はここで終わらせていただきたいと思います。皆様いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。気になった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。